幸せそうな面しやがって。クソ。エクセレント女学園。世界各国のお嬢様が通う名門女学園。学園長を務めるのはあの二人、かなことひなの父親だ。そしてその男こそ俺の実の父親であり、俺が生涯をかけて復讐すると誓った男。振り返りたくもない俺の人生だが、振り返らないわけにもいかない。それはまだ俺が幼く、母が生きていた頃。思い出すのは痩せこけた母の背中と貧しい生活。そこに父の姿はなかった。あなたのお父さんは立派な人なのよ。今は大事な仕事をしているから会えないけれど、いつか私たちを迎えに来てくれるの。父親の経営する学園が世界に誇る名門校として連日マスコミに取り上げられていた。それが俺にとっての唯一の父親の記憶だった。ある日、母親は俺を連れて父の元を訪れたことがある。旦那様がお会いになりません。どうしてですか？一目だけでも、お願い、お願いですから。その時俺は子供ながらに理解したのだ。俺の父親はすでに別の女性と家庭を持っていたこと、俺たちはとっくに捨てられた存在であること。母は過労で亡くなってしまった。俺は進学もできず、アルバイトでその日暮らしの底辺の生活。生まれ持って負け組であることを宿命づけられてきた。その裏では父親である学園長は理想の教育者として囃し立てられ、俺はいつしか心に誓うようになっていた。自分たちを捨てて手に入れたあの男の大切なものを、いつか全部ぶち壊してやると。だが俺には力がない。学園のセキュリティは厳しく、あの男にも娘にも近づくことすらできない。力があれば絶対的な、誰にも邪魔されることなく復讐を果たせる、そんな方法が。ならばその力、私が与えてあげましょうか。あら、驚かせちゃってごめんなさい。なんだお前は。そんなことはどうでもいいじゃない。はい、これはね、時間停止装置。このスイッチを押すことで周りの時間を止めることができる。時間を止められる？バカバカしい。そんなことがあるわけ。なんだこれは。ね、止まったでしょ、時間が。時間を自在に止められるなんて信じられるわけがない。しかし実際に俺は目の前で見た。そんなバカな。この力どう使うかはあなた次第。面白いものが見られるの楽しみにしてるわ。時間停止装置。この怪しげな機械の力が本物かどうか、俺は検証に検証を重ねた。様々なものや人物を対象に時間を止められるか。危険性はないか。違いなく本物だ。どこの誰がなぜ俺にくれたかなどどうでもいい。この力があれば俺は念願の復讐を果たすことができる。楽しみにしてな、クソ親父。今からお前の大切なものを全部ぶち壊してやる。どう？もう学園には慣れた？もうお姉ちゃん、それ聞くの何度目？私もうそんな子供じゃないよ。なら、いつまで経ってもひなはひなよ。私の可愛い妹。エクセレント女学園ご自慢のセキュリティも時間停止の前には無力だな。
あのクソ野郎が大切にしているもの全部ぶち壊してやる。まずはこの学園だ。会いたかったぜ、かなこ、ひな。さあ、どっちからがいい？妹の方か？ふん、いい匂いだな。こんな可愛い子にいたずらなんてしたらきっと罰が当たるぞ。なんてな。でも触っちゃうんだな、これが。バチなんだ。にしても、こんな大人の女になってな。美人でその上、学園みんなの憧れの学生会長。